俺が一番なんだな。何がだ俺は負けすぎだ。確かにね、否め。いや、俺にも勝てる分野はある。お、言ってみ。散々負けてきた。バカにもされた。もうみんなにもボコボコにされた。大食いで泣いた。泣いた。もう散々。もうこれ以上は負けたくないと。なるほどね。ケントのメンツもあると。俺にもいい部分はあるよってことをみんなにも伝えたい。なので、あ、ごめん。おい。どうやってだよ。今回、俺の得意なジャンルだけを準備して、みんなにその土俵で戦ってもらいたいと思います。なるほど。確かにそうだわ。今までずっとケントの土俵で戦ってなかったかもしれない。今日は俺の番だ。なるほどね。はい。ということで、3種目用意してきました。ほう。1個目、水早飲み対決。聞いたことないけどね、ケントが早飲みに聞いた。初めて聞いたけどね。いや、これはね、実は隠し持ってました。実は早く飲めるんですよ。って言われてもね。って言われても。それがまず1個目。2個目、イケメン勝負。イケメン勝負ね。はい。俺、結構この動画内で何回も言ってると思うんですけど、末広で一番かっこいいの僕なんですよ。でもケント今ちょっとカメラ前にさ、立って一人になってみて、顔。いや、説得力ないよ。嘘だねどう見てもイケメンだろう。噛むなよ。だからだよ。ということで、イケメン勝負をしてもらいます。なるほど。で、3個目は ?3 個目は、おしっこ。ん?ん?飛距離対決いやけど、すげーな。しょんべんなら出る。しょんべんなら出る。しょんべんなら出る。一番遠くまで出る。いっちゃん出る。どこまでも、いける。どこまでも飛んでくからさ、お前ら勝てんのかっていう話。しょんべんの飛距離な。うん。勝ってどうすんだよ。それ勝って嬉しいそれ勝ってお前の方が、俺はってなんとか。嬉しいだろ。無理してるだろ、こいつ。つべこべ言わず、俺の土俵に立ってくれ、みんな。わかった。いいだろう。乗ってやるよ、今日は。ってことは、俺らがしょんべん巻き散らすってことだな。おう。しょんべん巻き散らして、水ガバ飲みして、おう。かっこつける。かっこつかない。よし、じゃあ、早速。やっていきたいと思います。ゴー、レッツションベル。ということで、第一種目、水早飲み対決。よー。まあね、一回戦目ということで、最初の相手は、はすきくんと。俺水、めっちゃ飲むからね、普段から。うん。ご飯一口食べたら水をもう一杯飲むぐらいの水を飲んでる。それどこの水？これ、セイコーマートですね。バカ、いえ。あー、ごめんなさい。すいません。京国の水ですね。まあ、小樽の水じゃないんかいっていうツッコミをしようとしたのよ。よだれ垂れた。意味わからん。格好つけたい動画なんだからよだれ我慢しなさい。もうこのガレージに来て2回垂らしてるから。マジや。うん、ということでじゃあ、早速、単純ですよね。これ早く飲んだ方が勝ち。はい。お山。どうだった？せっ、だい！お？ちょっとケント早いな。あ、ケント早いかも。でもサツキも早いけど。サツキも早いぞ。いや、ケント早いぞ。あ、早いぞ、サツキ。早いぞ、サツキ。お、あーなんだ、お前は。お前、なんだ。うわぁ。あぁ。ちょっちのセリフだな、お前。勝った？サツキの勝利。何？ 5 秒ぐらいさらしました。負けんな、やんな。ここ負けんなって。こっちには入るんだけど。喉赤ちゃんじゃん、俺。あ、そうだ。あ、あれま、いっか。いや、そう、喉にね、グググググってね、つっかかってる。それの自信があったんじゃないの、お前は。いや、いけると思ったんだけどさ。いや、まあね、あれですよ。たすきは確かに強かったです。認めます。じゃ、早飲み、今度から、俺、強いというの気にしてね。あっ。次の曲いきますか。ということで、2回戦目。はい。まあね、第1種目は完敗しましたが、これはもう負けちゃいかんでしょっていう種目です。ガンダニーさん。おしっこ、飛距離対決来たか、とうとう。来ましたよ、とうとう。いや、面白いけどさ。まあ、本当にこれでしか勝てないの。これでしか勝てない。ということでね、今回、第2回戦はまさきくんということで。はい。まあ、単純ですよ。この今、敷いてるシートがあって、猫砂をね、今、下に敷き詰めてます。この飛距離で勝負しちゃいます。ペニスの長さではまさきさんが勝ってます。太さではケントさんが勝ってますね。なるほど。矛対縦だ。縦が、ま、ケント。
はい、ここが正木ということで、俺はもうポコ立て対決ですね。俺は4人に向けて今これから落ちそう。うわー、チンポ出すけどさ。あー、出ました。あー、出た。あー、マジ見たけね。いきまーす。どうぞ。じゃあ第一試技、投下。おりゃ。おりゃ。おりゃー。すごいすごいすごい。あー、まだいけ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 、もっといけるね。うわー、うわー、あー、広くねー。お腹、お腹。ここ半分ぐらいですね。あー、オッケーオッケー。アハナル大地。今あるそこのラインを超えることができたら、ケントさん勝利です。意気込みの方どうですか？いや、これは勝てるよ、さすがに。あ、マジで？うん。俺普段の飛距離、だいたい把握してるんだけど、これはさすがに超えれると思う。なるほどね。それでは、お出しください。あ、全部、全部。小学生スタイルだ。小学生スタイルだ。抜刀。第2、抜刀祭、発射。早い。あ、何？うわー、でも記録更新ということで、はい、ケントさん勝利。勝利。くっさ。ケント勝ったわ。はい。すげえわ。お前はおしっこの飛距離のという分野で全部で一番かっこいいわ。一番かっこいい。かっこいいもらいました。もう圧倒しましたよ今回は。こんなかっこいいもらって嬉しいのかどうかっていう。どう？いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。ならよかった。はい。はい。最後はね、第3種目行ってきます。でれれれれいせーのでいこー。マジか、やった。タレントさん頑張れよ。